トーマス・ウィスマンは、アメリカ合衆国入りのイシュークイーンシー出身のバスケットボール指導者である。クインシー大学在学中、ボストンセルティックスバスケットボールスクールのコーチとして、指導者の道を歩み始める。卒業後イースタンニューメキシコ大学院に進み、1年間、NCWA2 部のイースタンニューメキシコ大のアシスタントコーチも務めた後、イギリス NBL のクリスタルパレスで、 プレイングコーチとして、リーグ全勝優勝に導く。大学院終了後、NCWA 一部のニューメキシコ、大学アシスタントコーチを2シーズン務める。1976年、クリスタルパレスのコーチに復帰。国内、欧州カップ、さらにフィリップス世界クラブ選手権優勝に導く。その後、クウェートのクラブ、クリニックを経て、イギリス2部のソレントスターズヘッドコーチに就任。 一部昇格、さらに一部準優勝で最優秀監督賞を受賞。以降はアジアにわたり、1995年にオーストラリア NBL ニューキャッスルファルコンズのヘッドコーチを務めた、際、最優秀監督賞を受賞。アジアでは中国、香港、マレーシア、日本、韓国、カタールなどでも指導し、多数のタイトルに導く。 日本では、イスズ自動車にて二度にわたりオバマ元校の下で、アソシエイトヘッドコーチを務め、タイトルを多数獲得し、黄金時代を支えた。イスズキューブ後に結成された、横浜ギガキャッツでも2003の04シーズンに指導に、当たり、オールジャパンベスト8に導く。2005年からは、女子 W リーグのジョモサンフラワーズで、アソシエイトヘッドコーチとして、タイトルに導き、 2007から08はアドバイザーを務める。2008年、リンク栃木ブレックスコーチに就任。シーズン途中で解任された加藤光彦に代わり、ヘッドコーチに昇格し、低迷していたチームの順位を5位まで上げた。2009から10シーズンには、初のプレイオフ、優勝に導き最優秀監督賞を受賞。2010年、 バスケットボール男子日本代表監督に4年契約で就任。2009年より日本代表監督は原則として専任となり、リンクとチギとの2年契約を途中解除したい任2012年、ロンドン五輪出場権獲得を逃し、成績不振を理由に男子日本代表監督を途中解任され、 同年バスケットボール男子カタール代表監督に2年契約で就任。2014年、リンク栃木ブレックスヘッドコーチに3年契約で就任。NBL2014 から15シーズンは、東地区にプレイオフ最終順位3位。NBL2015 から16は、東地区にプレイオフ最終順位3位。B リーグ2016から17は、 東地区1位プレイオフ最終順位1位で、栃木を B リーグ初代王者に導き最優秀監督賞を受賞。2017年、横浜 B コルセアーズアドバイザーに下半期就任。2017から18シーズンは中地区6位、総合16位。2018年、横浜 B コルセアーズヘッドコーチ就任。2018から19シーズンは中地区6位。 総合16位。2019から20シーズン中の2月1日に契約解除が発表された。中地区5位。総合17位。2021年1月18日、アースフレンズ東京 Z チームコンサルタントに就任。ありがとうございます。